東京四谷の B 放送。ここはかつて教会だったんですよね。それで昭和26年、6、7年頃に進駐軍によって構想が始まったようなんですね。今でもやはり建物を見るとその頃の面影がありますよね。教会だったなーっていう。それでここに大きなスタジオがあって、そこで番組をやっておりました。そのスタジオに私も呼ばれたことがある。何度も呼ばれてるんですが、その頃は何だったかっていうと、私がいろいろと怖い話をする番組だったんですね。リスナーの方からも連絡が来るもんで、オペレーターの方がずらーっといる。それで、こちらで MC さんがメインで喋ってるわけだ。私もここで話をしている。その日はなんだかわからないんですけど、やたらといい雰囲気になったんですね。怖い感じになってきた。それでスタジオの明かりを消したんですね。暗くなるとみんなやめろよ、やめろよって言ってる。なんだか妙に盛り上がってくる。向こうで電話を取っているオペレーターの女性の方々もなんだか怖がっている。そんな空気がちょっと面白い。それで私の話が一区切り終わったんですよ。話が終わった瞬間、みんながザーザーザーってなりかけたら、ポロンってピアノ音がしたんですよ。ってピアノの音がしたんですよ。ピアノの音がしたんですよ。その瞬間みんなが、おい、やめろよ。おい、驚くじゃねえか。ピアノなんか鳴らすなよ。と騒ぎです。いやー、にそれが怖かった。それでみんなピアノの方に目をやったんですね。それで気がついちゃったんですよ。あるとばかり思ってたピアノ。そのスタジオにはなかったんです。おい、今のは何だったんだって話になった。確かにピアノは鳴ったんですよね。部屋にピアノはないんですよ。それでこのピアノなんですが不思議なんですよね。音をとってもちろん録音しますよね。それでその音の中に女性の歌声が入ってるって言うんですよ。おかしいですよね。そんなわけないのに。でも聞いてみるとかすかになんですが賛美歌を歌ってるようなんですよね。そんな風に聞こえるんですよね。それで一人のディレクターが興味を持ちましてね。どうだろう、稲川さん、調べてみようか、って話になったんです。ああ、それは私も面白いね、ってことで調べてみたんですよ。わかったんですよ。それ、女性の歌声じゃなかったんですよね。ピアノの音だったそうですよ。でも聞くとどう考えても女性が賛美歌を歌ってるようにしか聞こえないんですよね。それでね、今そのピアノなんですがね、一番奥のスタジオに置いてあるんですけど、その一番奥の部屋のコーナーに置いて布をかぶせて、その前をカーテンで仕切って、誰の目にも入らないようにしてるんですよね。建物の中にまだあるんですかね。不思議ですよね。